長政を失い織田家に連れ戻されたお市は失意を癒す暇さえも与えられず、ただ人形のように信長に従う日々を送っていた。そして舞台は長篠。織田軍と武田軍との決戦の場に儚きお市の姿があった。長政様が死んでしまったのは市のせい。この罪の重さに息ができない。むせべ我が玉。行くぞ。行け。獣の波を召してみよう。できません。一にこの波は渡れない。ならば溺れぬよう。あがけ。戦国最強の武田騎馬隊とは我らのことよ。いざ参る。血を分けた妹をも戦に出そうとは終わりね。そなたのやることわからぬ。あれは世の思うがまま、言葉を知らぬ無邪気な赤子。皆の者、銃撃開始だ。撃ち尽くせ。サスケ、あれも今何者だ。魔王の妹、まさか織田に戻ってたとはね。押し負けるな。武田の力を見せてやれ。はっ。ありがとう、ありがとう。その女を侮るのだ。世の血は侮るに同じ。浅井を撃ったのって信長様なんだろ。浅井はお市様をかばって死んだらしいぞ。ありがとう。これも市のせい。ありがとう。こんなところで何をしているんだろう。
倒れるとは無念。このままじゃ全滅だ。血のせいで長政様は死んでしまった。逃げよサスケ。この状況にラッシュを開けよ。任せな大将。いざ霧隠れの術。はあ、サスケめ、霧を出した。霧のため銃撃不可能。申し訳ございません。小賢しき虫どもめ。高政様、やっているわ。一が頑張らなかったから、やっと地獄で一を恨んでいる。あんたが噂の魔王の妹ね。悪いぞ。手伝いはしてやれないよ。そんなのいらない。すぐにすれば。やるよ。武田騎馬隊機動ごとく。一つ案外言わせてもらうよ。あんたあんまり苦しんでないだろ。あなたに一の気持ちなんてわからない。おお、霧が晴れたぞ。銃撃開始だ。撃て、撃ち尽くせ。すまねえ。キリオ、サスケは失敗したか。時代遅れの寺は消え去るが。いっそ位置をはみ込めて。これも戦騎馬隊震えよ。貴様に足りぬは死の反撃。人並みに乗り越え貴様の役目にあらず。はい、わかってます。何を惑うか。弱は切ると言っておる。まろっくら吉兆ね。まこと人の心か。おお、赤子に刃を持たせて何とする。許してね親方様。この雪村、幸せでございました。雪村、お前の道はまだまだ遠くに。ありがとう。メイドの道に王はなし。人は必ず死ぬものよ。この人形を飼い殺したが、長政無能なり。あ、許して長政様。一はただむせび泣くだけ。